でもその太陽の神ニカっていうのはまず間違いなくその昔大昔に奴隷を解放するためにいたやつなわけじゃないですか一旦整理するとね。で今俺たちのこの「ワンピースの世界の奴隷っていうのは天竜人の奴隷で,すよ、ね、でも「天竜人」っていう制度が生まれたのは800年前なんですよ。 800年前に今の世界政府ができて天竜人っていうのがエルバフ、えっと、マリージョアに住み出して奴隷を、えー、奴隷にしだした一般人の奴隷にしだしたとして太陽の神ニカは800年前よりももっと前にいた存在じゃないですか多分。ってことはこのニカの奴隷解放って何,何のこと言ってんだって ってことになるんですよつまり天竜人の奴隷を解放してたわけじゃなくてそもそもこの世界には奴隷ってものがいたんですよ多分この天竜人制度の前に。だから天竜人が天竜人ってものが生まれる前にもう奴隷はいたって考えるとこの空白の100年の戦争はどういう戦争だったんだろうっていうね。 まあ問題はこの空白の100年で戦争があって、まあ、奴隷解放ができたのかできなかったのかといったらできなかったんじゃないのかなそうだねスコアスコアさんの奴隷時代がもともとあってそこから二カもしくは上位貿易の力によって奴隷っていうのが解放されてこれで世界平等だとなりかけたけどもまた世界政府の 奴隷を使って暮らしてた国たちが集まってその解放とある王国をぶちのめしてまた奴隷が再び戻ってきたみたいな順番な気はするよね。うん、え空、ー、白の1 0年って九百年前なんですか900年前から800年前までのことを空白の100年ですね。 天竜人は八百年以前はどんな存在だった。これはね、王王王です。王国のそれぞれの国の王です。二十各国の王族、貴族たちですね。だから、まあ、ちゃん、まあ、改めてこの辺ね、ぼんやりしてる人多いと思うんで。もともと天竜人っていうものがない時には、もともとそれぞれの国に貴族ってものがいて、王様がいました。で、この二十の王国っていうのが、とある王国と戦って、勝って、それぞれの二十の王国の王が。 マ、えっと、マリリーージジにに移動ししして住み出しましたこれが二重の王国の王たちであり今でいう天竜人そしてここに抜けた人たちがいるんですよね王族が天竜天王族が天竜人になったことによってここに新しい王がまた、えー、住むようになったっていう話です。それが、えっと、ドレスローザーで問題になった話ですね。元々 えー、ド・フラミンゴのドン・キホーテの家族がいたド,ドン・キホーテファミリーが昔800年前に住んでたのがドレスローザでそれが天竜人になりましたでここに新しい王族が入りましたでもド・フラミンゴたちはそのもう神をやめるみたいな感じで地上に戻ってきましたけども、えー、もう親とか殺されちゃいますで ドフラミンゴはいろいろそこから紆余曲折あって大人になってこのドレスローザを奪い返しに来たっていうのがこのドレスローザ問題の始まりですね。まあドレスローザは本当長いからねマジで。前も話したけどあの24時間「四時間ワンピースのアニメ流れてる YouTube 見て。 ドレスローザやってるなと思って3日後見たらまだドレスローザやってたっていう。